ファコム201パラメトロン電子計算機パラメトロンは、フェライトコアのヒステリシス特性によるパラメータレー現象の分周作用を利用した論理素子である。1954年に当時、東京大学大学院理学部、高橋秀俊研究室の大学院生であった、後藤栄一が発明した。真空管やトランジスタの使用量を大幅に削減して、 コンピュータを構成できるとして、当時としては多数のパラメトロン式コンピュータが日本で建造された。比較対象として、リレーよりは早く機械的な接点もないなどの利点はあったものの、その後すぐに主流となった接合型トランジスタの性能向上が圧倒的で、動作周波数でパラメトロンを上回ったこと、トランジスタにはラジオをはじめとする広範囲の応用が、 あったのに対して、パラメトロンは論理素子専用という点でも不利であったことなどにより、1960年代には、ほぼトランジスタによって置き換えられ利用されなくなった。その後、後藤が発明したのと同じ原理のパラメトロンが、様々な物理系で実現されるようになり、2010年代以降、パラメトロンを用いた量子コンピュータの開発という観点からも再び注目されるようになった。 日本でも2014年に NEC やリケンなどの共同研究グループによってパラメトロンを超電動回路で実装した超電動パラメトロン素子が開発され、これを用いた超電動パラメトロン方式の量子アニーリングマシンの開発が進められている。コンピュータの黎明期であった1950年代、日本ではフリップフロップ一つを作るのに真空管では1個約1000円。 トランジスタでは数千円もかかった上、当時の建接触型トランジスタでは信頼性も低く安定していなかった。日本ではコンピュータにかけられる予算は、例えば後藤のことではアメリカのマサチューセッツ工科大学と比較すると1000分の1と困窮していたため、高橋県では計算機械にはある程度の興味はあったものの、電話交換機に使う回転スイッチを利用したコンピュータや デカトロン管を利用した重心法によるコンピュータなど、他の装置をいろいろ検討、手作業でシミュレートした。この時に物理学や応用数学に詳しかったことが役に立ったという。そして一個五円しかしない、フェライトコアの性質を利用できないかと、あれこれやっているうち、パラメータレーシン現象を利用する方法を思いつく。パラメータレーシンを利用していることから、パラメートロンと命名した。 五島によると、コンピュータはすでに発明されていた時代だったので、パラメトロン自体はさほど大騒ぎされなかったという。ドーナツ状のフェライトコア2個にコイルを数回、それぞれ同数巻き、直列につなげ、キャパシタ1個をつないで、共振回路とする。冷心のための電線をコアの穴を貫通させるように通し、これに交流を流すと、フェライトコアの磁性のために、前述の共振回路が、 パラメータ霊心により発信する。これは元の振動を1、2に分集した振動となり、その位相がどちらの位相であるか、オレット1などに対応させて、情報の記憶ができる。以上のように2種類のはっきり分かれた状態に落ち着く性質があることに加え、その霊心の起こり始めの初期状態の違いが種になって、どちらの位相になるかが確定するという一種の 増幅作用もある。その種として3箇所からの出力を持ってきて重ね合わせることにすれば多数結論理と呼ばれる論理演算ができる。その3個の入力のうちの1個を偽か真に固定すれば残りの2個の論理席か論理和を演算でき、組み合わせればどんな論理演算もできる。基本的には理論と実験の積み重ねで発展したのであるが最初に実験に使用したフェライトが 加藤汚郎と竹井武氏の開発した銅、亜鉛系であったことがパラメトロン用に適していたという偶然についてだけは運が良かった点だったとしている。マンガン、亜鉛系やニッケル、亜鉛系は他の特性では優れているがどういうわけかパラメトロン用には銅、亜鉛系が最良であった。計算機械用に大量に使用するには消費電力の関係で小さいコアが良く、 TDK に直径 4mm のものを製造依頼した。後にはさらにパラメトロン専用に形状を設計したメガネ型コアを使っている。商用コンピュータも複数登場しているが、採用期間は3年弱と短い。後藤とほぼ同時期に、ォンの今がリアクタンスではなく、静電容量の方を変化させるパラメータ発信を利用するアイデアを思いついている。 同じ原理で、白膜磁性体を利用したパラメトロンも研究されたが、大規模に製品化はされなかった。英語版、クオンタムフラックスパラメトロンも参照。磁束量子パラメトロンといったものも研究されている。1986年に、ゴトーラにより、ジョセフソン効果を利用するもので、最大 16GHz もの高速動作が可能な、スイッチング素子として提案されたものである。 この素子の原理が似ていることについて、後藤は、原理がパラメトロンと似ているっていうのはさ、まあ、同じ人間が考えると同じようなものができるってことだろうね、とインタビューに対して答えている。高速性のほか、他の超電動デバイスと比較して、省電力性が特徴だが大規模な集積はできていない。量子を利用しているが、いわゆる量子計算ではない。 量子やきな生し法を実現したコンピュータの建造に成功した D ・ウェーブシステムズ社が公開している資料中に時速量子パラメトロンへの言及がある。量子ビットの最終状態を読み出せるようにするためにブーストするある種のプリアンプだとしている。また、断熱時速量子パラメトロンを使ったランダワーの原理に基づく限界に迫る可逆計算素子が提案されている。 1992年には高温超電導素子を利用した類似の原理の記憶素子が開発された。ネムズの研究でナノ機械パラメトロン素子の研究がある。前述の磁束量子パラメトロンと同様に超電導を使うが別物のパラメトロンの原理で動作する超電導の素子を2014年7月25日に利権が発表している。なお、光の電磁場振動についても 同様の非線形成に由来する現象が起こり、光パラメトリック発信として知られている。ありがとうございます。